さあイベントもいよいよ終盤になってまいりましたが、今回世界配信決定を記念いたしまして、あるものを作らせていただいたので、ここで披露をさせていただきたいと思います。それでは準備もお願いいたします。本日盛りだくさんでございます。特別なものを本日ご用意しております。さあ登場してまいりましたのは、想像より大きいものではないでしょうか。かなりのサイズがございます。あっと真ん中が少し今金がちらっと見えておりますが、サイズがあります、重さもありますので、ちょっと丁寧に置かせていただきたいと思います。さあ今のところ黒い物体ですが、さあ何が隠れているのか。今回作成させていただきましたのはこちらです。素敵。はい、開かれました桐生一馬の背中に彫られた入れ墨、王龍の金屏風でございます。本日はこの王龍の目玉を竹内さんに入れていただき、こちらの金屏風を完成させヒットの祈願とさせていただきたいと思います。俺この前で写真撮りたいな。あ、後ほどたっぷりとしっかり、撮らせていただきます。ご安心ください。いや、すごい迫力ですよね竹内さん、いかがですか。すごいですね、すごいかっこいいな。そうなんです。これはこの後どうするんですか。それではですね、この後これはこの後もうどうするんですか。この後ですね、これは世界を回るんじゃない。世界回るんですか。世界を回る、世界回したいですね。今日限りだと僕が持って帰りますね。あ、はい、もしよろしければ、はい、あの交渉いただいて、はい、お部屋に飾っていただければいいかもしれません。さあここでですね、今の段階ではこの王龍目が入っておりません、竹内さんに目を入れていただきたいと思いますので、ご準備をお願いしたいと思います。いや、なかなか緊張する、責任重大なお仕事かと思いますが、目が入らないとね、完成いたしませんので、さあそれではご準備がよろしければお願いいたします。お、躊躇なく、お、バランスを見ていただきながら、まず、あ、そして目、そうこうですね、もう一つ下の右、今右目に綺麗に入りました。そして間にちょんとなりましたけれども、左目に、はい、入れていただきました。全然大丈夫です。 ほくろです。大丈夫です、大丈夫です。あ、素晴らしい、いかがでしょうか。バランス見ていただきながら、待って、これ消せないのこれ。いや、消さなくて大丈夫です。すごい量になっちゃったこれ。ですけど、それも記念かと思います。いかがでしょうか。 OK だそうです。すごいミラクル起こっちゃったんです。すごいミラクル起こりましたね。これやっぱこの距離だと分かんないよ、どこ目が。確かに、あの、あ、引きで見ないと大きい絵柄ですので、あ、問題ないと思います。しっかり両目に入りますので、とんでもございません。無事王龍に命が吹き込まれました。これは、うん、まあいいんじゃない。なんかすごいことになりましたね。唯一無二の王龍になりましたね。はい、自分でも今の状況あんまり理解できてないです。はい、大きいサイズですので、でもせっかくなので竹内さん、ゆっくり写真を撮らせていただきましょう。隠された目なんですよ。隠された目ですね。隠された目、あ、確かに第3の、そうですね、ロゴがありますので、今いらっしゃる位置のあたりいかがでしょう。はい、いかがでしょうか。はい、そちらで結構です。お写真撮らせていただきます。確かに第3の目はいいですね。隠したくなっちゃったね、多分引き寄せがあったんだと。まあ、そこに一番の力がね、三つ目の目が一番の竜の確かに宿るということで、逆に特別な金屏風。世界を回っていいんでしょうかこれは。また後ほどフォトセッションございますが、フォトセッションパネルで撮らせていただきます。普通に見えてきた、当たり前に見えてきた。さあいかがでしょうか。金屏風での撮影はよろしそうですかね、はい、ありがとうございます。さあ、本当に唯一無二の一枚に仕上がりました。名残惜しいんですけれども、そろそろお別れの時間が。フォローありがとうございます。とんでもないです。本当にスペシャルなものになったと思います。